コロニア・ローマあるいは、ローマ地区は、メキシコシティのクアウテモクの地区名で、メキシコシティ歴史地区から見て、西に位置する。行政上は一つの地区ではなく、コアウィラ通りを境にして、北のローマ・ノルテと南のローマ・スルの二つの地区に分かれている。20世紀初めのポルフィリオディアス大統領時代に、上流階級のための地区として計画されたが、1940年代に、 なると徐々に衰えて、中流階級の地区となり、1985年のメキシコ地震以後はさらに衰退した。2000年代以後、ジェントリフィケーションによる回復が進んでいる。ローマ及び隣接するコンデサ地区は、メキシコシティにおける、ヒップスターサブカルチャーの震源地として知られる。また職に関しては、ポランコ地区のライバルである。住宅の他にレストラン、バー、クラブ、商店、 カルチャーセンター、教会、ギャラリーなどが立ち並ぶ。建物の多くは20世紀初めのディアス時代以来のアール・ヌーボー、または新古典主義建築の様式を持つ。ローマ・コンデサ地区は2011年にメキシコシティの21のバリオ・マヒコの一つに選ばれた。アルバロ・オブレゴン通りの公園化された中央分離帯ローマ地区の北は、チャプルテペク通りを境として繁華街、ソナロサのある。 フアレス地区に接する。西はインスルヘンテス通りとベラクルス通りを境としてコンデサ地区に接する。東はクアウテモク通りでドクトレス地区に接する。南はミゲル・アレマン通りをベニート・フアレスとの境とする。公式にはコアビラ通りを境としてその北のローマノルテと南のローマスルの二つの地区に分かれている。最大の通りは アルバロ・オブレゴン通りであり、週末には芸術作品や古物やグッズを売る人々が集まる。北部にはスペインのマドリードのシベーレス広場の噴水のレプリカがあり、その周辺に流行の店が集まっている。古い荒れた建物と現代のビルローマ地区は19世紀末から20世紀初めにかけて上流階層がヨーロッパ風の邸宅を建てた場所の一つである。 他の地域と同様にこれらの邸宅の多くは消え去ったが、ローマ地区では保存状態が他の地域よりも良く、今も1930年代以前の建物が約1100残っていると推定されている。これらの建物はシンコロニアル様式やアールデコ建築もあるが、多くは当時流行したフランスローマゴシックムーア建築の要素の雪中様式である。 パコスタンリーはここに住み、オフィスとしても使った。しかし1950年代以後に建てられた現代的なビルも多く、現在も建て替えは進行中である。新しい建物は古い建物よりも大きく重いため、周囲の地盤に影響を及ぼし、残る古い建物に被害を与えることがある。1990年代から古い建物を、オフィス、商店、 レストランなどとして使うことによって、地区全体の景観を保とうとする努力が払われている。ローマ地区を上流階級の街に戻そうとする努力が払われているが、今も劣化の問題は残り、多数のキャバレーや男性用クラブがあって、売春を支えてきた。管理されていない、あるいは放棄された建築物も,もあり、貧しい人々によって不法占拠をされている。 2010年の人口はローマのルテで27,770人、ローマスルで17,435人であった。1930年代から1940年代にかけてイディッシュ語を話す多数のユダヤ人がメキシコシティの中心部からローマコンデサ地区に移住してきた。今日ではユダヤ博物館、文書館、シナゴーグ、コシェルの総菜屋などがある。 ただし1950年代以降ユダヤ人たちはさらに西へと移住し、そちらがユダヤ人コミュニティの本拠になっている。1990年代以後、35人ほどの極めて貧しいおと族の小さなコミュニティがあり、その多くは放棄された建物を不法占拠している。カサラムコリマ通りには数多くのギャラリーがある。一帯はまた、 アメリカ合衆国や世界に出ようとする中南米の芸術家を引き寄せている。カサラム文化センターは20世紀初めの邸宅を修復活用するプロジェクトの一環として1994年にオープンした。1911年に建てられた邸宅の中に展示スペースとレストランが設けられている。カサウニーベルシタリア・デルリブロは1920年代に 建てられた建物で1986年以降、この建物はメキシコ国立自治大学に貸し出されており、アナム関係の書籍の販売に特化した書店になっている。特定の大学の学術的著書を専門に売る書店としてはメキシコ唯一のものである。サグラダ・ファミリア協会はロマネスクリバイバル建築、またはゴシックリバイバル建築に分類され、 メキシコ人のマヌエル・ゴロスペの設計で1910から1912年に主要部分が建てられた、鉄筋コンクリート製の建物である。1920年代に、イエズス会イで画家のゴンサレス・カラスコが内部を壁画で飾り、またクリステロ戦争期の1927年に、プルタルコ・エリアス・カリエスによって処刑された、イエズス会イで殉教者とされる、ミゲル・プロの遺物も残されている。 ヌエストラセニョーラ、デルロサリオ教会は、コシックリバイバル建築様式で1920から1930年にかけて建てられた比較的新しい建物だが、記録によれば1911年に計画されたが、メキシコ革命のために遅れていたもので、ディアス時代の建物と共通度が高い。サンクリストバル・ロミータの風景。左の円形に、チャプルテペク城が見えるスペイン植民地改善。 この地は、テスコ国ココの浅瀬の一部であり、ところどころに島があって、島には、アスタカルコという、小さな村があった。植民地時代になると、湖は干拓された。18世紀にメキシコシティ中心部とチャップルテペクを結ぶ、道路がこの近くを通っていたが、道路に、多くの木があって、イタリアのローマの道を連想させたため、道路とアスタカルコ村は共に、ラロミータと呼ばれるようになった。 この名前は文献上1752年に初出する。19世紀末から20世紀初めにかけてメキシコシティ中心部の西に位置する。この地域は中心部の劣化から逃れる場所を探していた富裕層のための近代的地区に変化した。1900年代から1950年代にかけて貴族的ヨーロッパ的な地域としての名声は頂点に達した。しかし、 富裕層が新しい地区へと去る現象はすでに1940年代から見え、1950年代に始まる都市化問題を避けてこの現象が進んだ。1960年代から1970年代にかけてさらに劣化が進み、古い邸宅は現代的な商用ビルにとって変わられた。百八十五年のメキシコ地震はローマ地区に広範な被害をもたらし、 特に新しい商用ビルやアパートで被害が大きかった。それ以後、この地域の建築物を保護し、かつての評判を取り戻そうとする努力が払われ、いくつかの成果を得た。現在では、若い世代の芸術家、作家、ヒップスターらが集まり、家賃は上がりつつある。ありがとうございます。